ハリウッドザ・コシショウ、ケンコバ・中川家・陣内智則、同期への熱い思いと売れてほしい、ハリウッド軍団芸人ミニ単独ライブツアー記念インタビューナンバー1。お笑い芸人ハリウッドザ・コシショウ、50のミニ単独ライブツアー、ハリウッドザ・コシショウのミニ単独ライブシリーズシーズン15おまいったなぁ上ツアーが、8月3日土曜日東京・有楽町朝,朝日ホールを皮切りに、 福岡、名古屋、大阪、静岡の5都市7公演で開催される。ハリウッドザ・コシショーのミニ単独ライブツアーは毎年恒例で、今年は新たに名古屋公演が追加。過去最大規模での開催となる。ダメージとなった誇張モノマネを引っ下げ R-1 グランプリ2016で優勝を果たし、2021年からリニューアルした R-1 グランプリの審査員も担当。 ひとし本プレゼンツドキュメンタルプライムビデオでは3度の優勝。自腹で放送枠を買い取り、制作費も全額出資し、2023年12月30日に放送された特番提供ハリウッドザ・コシショ TVK も話題を呼んだ唯一無二のピン芸人に、ミニ単独ライブツアーへの意気込み、後輩芸人や同期芸人への思いを語ってもらった。 ハッシュタグ12の1、ハリウッド軍団を率いるザコシさんですが、後輩芸人の動向はしっかりチェックされてるんですかチェックしてますよ。エゴサ好きだから。お笑い芸人として X、急ツイッター流行ってるくせに、24時間お笑い芸人でやってないやつもいるんですわ。プライベートのことを普通につぶやいていたりしてるんです。いや、それちゃうやろ、<お>と思うんです。 俺は24時間芸人でつぶやいていますから、エイプリルフールのツイートとかめちゃくちゃやったんです。4月1日になった瞬間から4月2日になるまで嘘を160個くらいつぶやいたんですよ。変な嘘を。そんなことやってみーって言うね。ハルット軍団や同じ事務所の芸人で、こいつ面白いなって後輩はいますかダーリンズは好きです。 私生活が昭和の芸人みたいな感じだから。飲むうつす、みたいなね。ダッシュダッシュダッシュ、キング・オブ・コント、決勝にも残っていましたよね。2016年と2018年。残ってましたけど、もう残ることは不可能に近いんじゃないかな、笑い。あそこまで停滞しちゃうともう無理じゃないですか現状めっちゃ時間を無駄にしちゃっていますから。 日々、ネタを考えてるのかって言ったら考えずに、酒を飲んじゃってるから。また不幸なのが、あいつら過去に決勝進出してるから、準々決勝からのシード枠なんですよ。で、準々決勝で一日だけネタをやって、そこで受けずにすぐに落ちる。勢いも何もない状態で臨んですぐに落ちるっていうね。何やったら一回戦からやった方が正気あるんじゃないかって言うんですけど。 ダーリンズには今後どうなってほしいですか結局、ショーレースがすべてなんですけど、あいつらぐらいになるとショーレースがすべてでもないような気もするんです。あれだけ落ちちゃうと。だから違った方面に行かなきゃいけないかもしれない。そう手助けは俺がするから、それに順応できるようになってほしいです。例えば、俺が番組に出るときに一緒に呼ぶから。 そこで俺が振ったネタにめちゃくちゃ受けるような感じの返しをしろみたいな。そんなので調子良くなったりするからね。大阪の NSC 時代の同期には中川家、剣道小林さん51、陣内智則さん50、田村健二さん51など、第一線で活躍されている方々がたくさんいます。同期からの影響や刺激もやはりありますかありますよ。 で、ケンコバがよく俺のインタビュー記事を見てるんです。俺は真面目に答えるじゃないですかそれを後からめちゃくちゃいじってくるんですよ。今回も色々とインタビューを受けてるから全部チェックしていじってくるんじゃないですか俺はいいんです。いじりかいがない芸人って面白くないと思っているから。いじってくれるのはありがたいことで、こっちは何もしなくても笑いになるからね。 よく取材していただく人たちに聞くんですけど、例えばケンコバに取材することとかあるじゃないですかどうですかケンコバみたいに1時間ずっとボケられたら、真面目なインタビューとかだとちょっと、どういう記事にしたらいいか悩んじゃいますね、笑い。でしょケンコバは、バカ真面目に答えやがってよ、みたいなことを俺に言うけど、ケンコバと同じようになっちゃうと意味ないじゃないですか ケンコバとの違いを出すためには、真面目に答えてください。って言われたら、真面目に答えるでいいと思っているんです。そういう意味でも刺激は一応もらってます。こいつ、俺のインタビュー読んでるんやろうなって。見てるケンコバ見てるって書いといてください。笑い。中川家や陣内さんなど、皆さん第一線でバリバリ活躍されてるのも同期としては嬉しいですか 嬉しいね、仲良いから。仲悪かった。